ゲップハルト・レベレヒト・ホンブ・リッフル。ゲップハルト・レベレヒト・ホンブ・リッフル。ゲープハルト・レバークト・ホンブ・ルーチャー。1742年12月16日から1819年9月12日は、プロイセン王国の軍人。陸軍元帥。ワールシュタット大公。ナポレオン戦争後半のプロイセン軍総司令官となり、ウェリントン公と共に、ワーテルローの戦いで、 ナポレオンを破った。攻撃的な性格から、全身減衰、マーシャル・フォーベルツと、あだなされる。性の表記は、発音に近いブリュッヒャーが用いられることも多い。ブリュッハーという場合も、1742年12月16日、当時スウェーデン領であった、ロストックに生まれた。14歳で、父や兄弟と同様に、スウェーデン軍に入隊し、 1760年からのポメラニアでの戦役に従軍した。この戦役でブリュッフヘルはプロイ戦軍の捕虜となり、そのままプロイ戦軍へ入隊した。七年戦争には景気兵隊の士官として従軍し、勇敢な行いで多くの戦功を立てた。だがブリュッフヘルの熱心な情熱が時にことを過激にさせ、彼によるある僧侶の模擬処刑が1772年の ポーランド反乱を支援したという疑惑をかけられた。このため、ブルッフヘルは、調査への昇進を見送られた。ブルッフヘルは辞職の無礼な手紙を送り、それを1773年に、フリードリヒ2世が承諾した。フォン・ブルッフヘル騎兵隊員は破滅すればよい。でありマイスター・フォン・ブルーチャー・カーン・ズイヒ・ズン・トーファル・スケレン。この後農業を始め、およそ15年間を田園で過ごしたが、 フリードリヒ2世の死後軍務に復帰し、少佐として赤色景気兵連隊の指揮官に任じられた。1787年にはネーデルラントへ派遣され、翌1788年に中佐に昇進、さらに翌1789年にはプロイセン軍最高の栄誉であるプールルメリット勲章を授与された。1792年、フランス革命戦争が勃発。 プロイセンは第一次大仏内同盟に参加し、ブルフヘルはフランスとの戦争に従事することとなった。一連の戦闘でブルフヘルは、騎兵指揮官として有能であることを証明し、1794年に大佐に昇進、さらにキールワイラーの戦いで先行を立て同年中に、少々に昇進した。1795年、バーゼルの和でフランスとプロイセンは ブルフヘルは本国へ帰還した。1801年、ブルフヘルは中将に昇進。この頃から彼は軍部内でも重きをなすようになった。1806年、プロイセンは第四次大仏大同盟を結成して、フランスへ宣戦線布告、ブルフヘルは師団長として作戦に従事することとなった。しかし10月14日、イエナ・アウエルシュタットの戦いで、プロイセン軍は大敗。 回送の中で、ブリュッヘルは、シャルンホルストと合流、友軍が回想する中、ブリュッヘルとシャルンホルストの軍は、比較的整然と撤退を行い、追撃するフランス軍への抵抗を続け、11月7日、リューベック近郊のラトカウで降伏した。この際、弾薬欠乏につきという一文を入れ、名誉を守ることに成功した、まだ戦う意志はあるが、 弾薬がなくなったのでやむなく降伏したという体裁を取ったのである。この時ブリュッフヘルの軍を追撃したのが当時フランス軍元帥だったベルナドット将軍であったため、後にスウェーデン王大使となったベルナドットが退仏大同盟に参加して以降もベルナットとは反りが合わず反目している。捕虜交換で解放されたブリュッフヘルはフリードリヒ・ビルヘルム三世の逃亡先である。 ケイニヒスベルクへ向かい、戦争を継続した。1807年7月、ティルジットの和訳が締結された。プロイセンは国土の半分を割上し、ナポレオンはその地へベスト・ファーレン王国を建国した。この屈辱的な条約に、プロイセン内では愛国的風潮が盛り上がり、反ナポレオンの旧戦法だったブリュフヘルは、こうした愛国派のリーダーとして見なされるようになった。 1807年、ブリュッフヘルは、ポンベルン軍司令官に任じられ、1809年、大将に昇進した。1812年、ナポレオンが、ロシア戦役の準備を進める中、プロイセンでは、ロシアとフランスのどちらと、どうすべきかで国論が二分された。ブリュッフヘルは、ロシアとの同盟を主張したが、フリードリ・ヒビルヘルム三世は、フランスとの同盟を決定した。このためブフヘルは、 ポンベルン軍司令官の職を解任された。1813年、ナポレオンのロシア戦役が失敗に終わると、ブリュッヘルは軍司令官の職に復帰した。プロイセンはフランスに対して戦線復刻し、いわゆる諸国民解放戦争が開始された。ブリュッヘルはプロイセン軍総司令官に任じられ、参謀総長、兵官総監となったシャルンホルストと共に指揮に当たることとなった。 3月、プロイセン軍の春季構成が開始されたが、リュッツェンの戦いとバウツェンの戦いで多大な損害を出し、一時休戦が結ばれた。また、リュッツェンで受けた傷がもとで、シャルンホルストが死亡したため、グナイゼナウが公認の参謀総長に着任した。未だフランスの戦力が侮れないことであることを知った、プロイセは各国との同盟に走り、 同年8月、第6次大仏大同盟が結成された。8月12日、同盟に基づいて、オーストリア帝国がフランスへ、戦線布告、ロシア帝国、スウェーデン王国も行動を開始した。同盟軍の足並みは一定ではなかったが、グナイゼナウは、核軍内部に派遣したプロイセン参謀将校を通じて、戦略レベルでの共同行動を実現した。ブルッヘルは、 プロイセン兵4万、ロシア兵5万で構成されるシュレジア軍を直卒し、フランスへの進軍を開始した。8月26日、ブリュフヘルはカッツバッハの戦いでマクドナルド元帥率いるフランス軍を撃破した。もつけるんで、マルモン元帥を破ったブリュフヘルは、10月16日、陸軍元帥に除せられた。10月16日から19日にかけて行われた、 ライプツヒの戦いで、同盟軍はナポレオンの率いるフランス軍を破り、ドイツからフランスを排除した。この功績が認められ、ブルフヘルは大鉄十字聖書を授与された。この勲章を与えられたのは、後のヒンデンブルク元帥と彼だけである。1814年、同盟軍はフランス本土へ進攻した。フランス軍はいくつかの戦術的勝利を収めたものの、 戦略的には追い詰められていった。3月13日、ブルッフヘル率いるプロイ戦軍はパリへ入場した。パリが外国軍の侵入を許したのは400年前の100年戦争以来のことであった。4月4日、ナポレオンは単位させられ、エルバ島に流刑となった。ブルッフヘルはナポレオンは危険であり、銃殺すべきだと主張したが聞き入れられなかった。6月3日、ブルフヘルに ワールシュタット大公の借位が授与された。その後まもなく、ブルフヘルはイギリスを訪問し、熱烈な歓迎を受けた。帰国後、ブルフヘルは退役し、シレジアに落ち着いた。1815年、ナポレオンがエルバ島から脱出すると、ブルフヘルは再び呼び戻された。ブルフヘルは、ベルギーに駐留していたプロイセン軍の総司令官となり、再び、 グナイゼナウを参謀総長とした。6月16日、プロイセン軍はリニーの戦いでフランス軍に敗北した。この戦いでブリュッフルは負傷し、一時的に指揮権をグナイゼナウに委ねた。グナイゼナウは軍を東へ撤退させ、ナポレオンはグルーシーの部隊を追撃に派遣した。指揮を預かったグナイゼナウはイギリス軍への不信から、 ライン方面への交代を考えていた。この時、病床から起き上がったブリュッヘルが交代を却下し、グナイゼナウが指揮をとって、フランス軍を撃破するよう命じたという。イギリス軍と合流すべく、プロイセン軍は、強行軍で西へ軍を返した。6月18日、ワーテルロー、ラ、ベルアリアンスでは、フランス軍とイギリス軍が決戦を繰り広げていた。 グルーシー軍の追撃をかわしたプロイセン軍は夕方に戦場に到着し、フランス軍の右翼を攻撃した。中央での皇帝この得体の攻撃が失敗に終わると、イギリス軍も反撃に移り、フランス軍を撃破した。プロイセン軍は徹底した追撃を行い、フランス軍に多大な損害を与えた。6月22日、ナポレオンが再び退位。7月7日、 フロイセン軍は再度パリへ入場した。なお、この戦いの後、ブリュヘルは、主戦場となったら、ベル・アリアンス、ラ・ベル・アリオンス、良き同盟という意味のフランス語から、ラ・ベル・アリアンスの戦いと命名しようと、ひさげした。しかし、初代ウェリントン公爵、アーサー・ウェルズリーは、自分が、司令部を置いたワーテルローから、ワーテルローの戦いと命名した。 ブリュッフヘルはしばらくパリに駐留していたが、老齢を理由に退役し、シレジアに戻った。1819年9月12日、にて77歳で死去した。ブリュッフヘルはソヤで無鉄砲で、無教養だったが、親分肌な人物で土量の広さと人望を備えていた。作戦の立案に際しても、優秀なスタッフに全幅の信頼を寄せ、彼らの意見を取り入れる賢明さがあった。 シャルンホルストやグナイゼナウも彼が総司令官だったからこそ力を発揮できたと言えるだろう。勇敢さという点では並ぶ者がいなかった。ただし、そのために戦場で冷静な判断を忘れ、諸突することもしばしばだった。突進が敗北に結びつくことも多々あり、軍事指揮官として最優秀とは言い難い。特にナポレオンには正面対決で全く勝利できなかった。 しかし、彼は、諦めということを知らない、不屈の男だった。また、熱烈な愛国心の持ち主でもあった。敗北に打ちひしがれていたプロイセン将兵を知ったし、拳、ついに、ナポレオンの打倒まで引いたのはブルフヘルである。全身減衰という称号は、良くも悪くも、彼の特質をよく表していると言えるだろう。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。